はい、こんにちは、116ウィンズです。コンフは NPB から MLB に挑戦する選手がすでに何人か出ていますが、一応それに当てはまる選手が一人今日契約合意に至ったと報道が出ました。2022年まで中日でプレーし、昨年キューバから亡命したとされるピッチャージャリエル・ロドリゲスがブルージェイズとの契約に合意したとフランシス・ロメロ記者など複数の記者が報じましたね。ロメロ記者によれば契約は4年総額3200万ドルとのことですが、ただ ESPN のエンリケ・ロハス記者によればロドリゲスはメディカルチェックをアメリカで受ける予定で、今は入国するためのビザ待ちとのことで、この感じだと契約の正式発表はもう少し後になりそうですかね。ロドリゲスの獲得には複数のチームが興味を示していたとされますが、そのうちブルージェイズは12月の段階から獲得戦線において一歩リードしていると報道が出ていて、さらに数日前には G アセチックのケンローゼンタル記者が入国のハードルは残っているとしながらも、ブルージェイズがロドリゲスの契約を楽観視していると報じてもいましたので、ブルージェイズはかなり有力な立場にいるとはされていましたし、実際その通りになったと。ロドリゲスは昨年の WBC 後に亡命したとされ、動向が注目されていましたが、1年待って MLB への切符をついに獲得した格好です。今回はこのブルージェイズとロドリゲスの契約を中心にお話しできればなと思っています。皆さんもご存知かもしれませんが、ロドリゲスは2020年から2022年までの3年間 NPB の中日ドラゴンズでプレーしていて、当初は先発でしたが制球面に少し不安があり、いい時と悪い時がはっきり分かれる感じもあり、伸び悩みの感もありました。ただ2022年から本格的にブルペン、セットアッパーの役割に回りますと、ここで才能を開花させ、この年56試合に登板して防御率 1.15、54回3分の2を投げて1本のホームランも許さないなど圧巻の内容で、クローザーで同じくキューバ出身のライデル・マルティネスと共に中日ブルペンのキーマンとしての活躍を見せていましたね。昨年3月の WBC ではキューバ代表に選出され、そこでは再び先発に回っていましたが、2先発7回3分の1を投げて2失点と好投し、キューバの大会ベスト4にも貢献しました。2023年も引き続きの活躍に期待がかかりましたが、ただ NPB の開幕数日前になって突如として連絡が取れなくなったことが明らかとなりまして、当初の予定日にも来日せず、この時点で MLB のチームと契約するために亡命したとはされていました。キューバ選手の亡命はよくありますし、事情的に仕方がないことであるんですが、開幕直前というタイミングだったがゆえに日本のプロ野球ファンの間でも大きな議論を呼びました。1年間のブランクを経てブルージェイズとの契約に至ったロドリゲスですが、やはり気になるのはチームでどんな役割を担うのか。先発とブルペンどちらもいけるタイプでありつつも、まずは先発がおそらく第一線とはなると思いますので、当面のゴールはローテ入りということにはなるんでしょう。とはいえブルージェイズの先発陣自体はしっかりとしたメンバーがすでに揃っていて、先発の4枚ゴースマン、バシット、ベリオス、菊池選手の全員が昨年規定投球回に到達していますし、この4人に関しては開幕ローテ当確でしょう。昨年のブルージェイズ先発陣が防御率で MLB3 位、ファングラスタンスのウィンザブリプレイスメントで MLB6 位という好成績を残したのもこの4人の貢献が大きかったからですよね。なのでロドリゲスが開幕時点で目指すとしたら先発5番手。この枠を2022年サイヤング賞投票で3位に入ったアレック・マノア、去年 MLB で先発こそしませんでしたが複数イニングでも結果を出したボーデン・フランシス、さらにはチームのトッププロスペクトであるリッキー・ティードマンらと共に争うことになりそうです。ただまあ現実的には今のメンバーが変わらない前提ですと、開幕5番手はほぼマノアな気はしてますけどね。昨年のマノアがどうにもならなかったのは事実ですが、1年で諦めるにはあまりに惜しいタレントですからね。またマノアの状況以前にロドリゲス自身も昨年1年間実戦での登板が全くなかったことから、まずは実戦感覚を取り戻す必要がありそうですし、先発をやるためのイニングのビルドアップにも少し時間が必要でしょうか。 NPB 時代先発として決して優れた結果も出していなかったわけですから、先発として育てるのであればなおさら最初は時間をかける必要があるのかなと。開幕メジャーでなければトリプル A などでローテーションを回しながら待機となるかもしれないと。でシーズン途中まで進んで、それでも今年もマノアがちょっとどうにもならなそうですとか、あるいは去年はほとんど故障離脱がなかった先発の上位4枚に何か不足の事態が起きたですとか、そういった際にロドリゲスがローテーションに入ってメジャーで先発としての経験をさらに積んでいくのが、まあ1年目は現実的なステップなのかなと感じているところです。ブルージェイズはロドリゲスを長期的には先発として評価しているとは思いますが、やや慎重な運用も1年目に関してはあるかもしれないかなと。あるいはですが、もしマイナーで先発待機させるにはもったいないということであれば、スイングマン的な立ち位置で先発が早く降りてしまった試合などでたまに2、3イニング投げつつ、必要に応じてブルペンの後ろも担う運用というのもありそうですよね。中日時代にロドリゲスがブルペンで大きな武器となり得ることはすでに証明していますし、平均で95マイルくらいのフォーシームによくスピンの効いた縦変化の大きい空振りも奪えるスライダーもあるわけで、それこそ勝ちパターンを担うだけの力もあるのかなと。ブルージェイズブルペンはジョーダン・ロマーノ、エリック・スワンソンの2人が特に目立つ存在ですが、その2人に負けないくらいのボールはあると思いますし、昨年夏のトレードデッドラインで加入したジョーダン・ヒックスの後釜的なポジションに入れるだけのポテンシャルもあるんじゃないのかなと。先発としての出番は今のチーム状況的に少し先になってしまいそうですが、ブルペンでならすぐにインパクトを残しうる存在ですし、そういうロドリゲスをブルージェイズがどう運用してくるのか気になるところですね。
続いて今回の契約に対する個人的な感想も話しておこうかと思いますが、先発とブルペン両方を睨んだ契約となりますと、コンフではブレイブスと3年総額3000万ドルの契約を結んだレイナルド・ロペス、ジャイアンツと4年総額4400万ドルの契約を結んだジョーダン・ヒックスといった例がありますが、ロドリゲスの報道されている4年総額3200万ドルはそういったタイプの契約としては相場から大きくずれた金額ではないという印象を受けました。むしろ共に今季が27歳のシーズンで、同じ4年契約を結んだヒックスと比べて総額が1000万ドル以上も安いくらいです。もちろんロドリゲスの場合はヒックスと違い、そもそも MLB への適用が未知数というリスクはありますので、リスクの分だけ差があると考えることもできそうですが、契約の金額的にはブルージェイズとしても十分許容できるリスクの範囲内だとは思います。またブルージェイズの場合、ロドリゲスとの契約は将来のブルペン陣に対するリスクヘッジという側面も含まれていると思いますので、仮に想定していたほど先発で大成しなくとも、最悪ブルペンでちゃんと投げてさえくれれば問題ないという見方もできるでしょうか。というのも MLB トレードルーマーズが指摘していてなるほどなと思いましたが、2025年オフに今のブルージェイズブルペンの大部分がごっそり FA となる点が影響しています。ブルペンの中核を担うロマーノ、スワンソンに加え、ティム・メイザー、ヘネシス・カブレラ、チャド・グリーンと一気に5人抜ける可能性があり、特にロマーノとスワンソンが抜けた場合にはその影響は当然ながら大きいでしょう。もちろん今から2年後の話ですし、その間にブルペンの重要なピースを担える人材が他から出てくる可能性はあるでしょうが、2026年以降もロドリゲスは在籍する予定ですから、仮に先発として大成しなくともブルペンのキーマンにもなれるような契約、今の時代クローザーポテンシャルを持った選手が年平均800万ドルならそれはそれで安いと捉えることもできますから、やはりブルージェイズにとってもいい契約になる可能性は十分に秘めていると言ってもいいでしょうか。ということでブルージェイズとロドリゲスの契約について話していきましたが、最後にブルージェイズのこの後の動きも少し触れておきます。ファングラスの推定によれば、ロドリゲス獲得後のブルージェイズのペイロールは2億1400万ドル程度とされ、昨年の推定額2億2800万ドルに少し近づいてきました。マット・チャップマン、ブランドン・ベルト、ウィット・メリフィールドが FA となったことなどから、ブルージェイズは現状投手陣よりも野手陣に課題を残していますので、もう一人くらい強打者は連れてきたいところですし、昨年と同じくらいのペイロールを目指すのであれば、まだお金を使う余地は残しているのかなと。今月頭にホルヘ・ソレアに興味があるなんて話もありましたので、 FA 市場にまだ手を伸ばすのか、はたまたロドリゲスが加入したことでコンフちょくちょくトレードの噂が出ていましたけれども、マノアをより動かしやすくなったと見ることも一応はできますので、マノアを使った野手補強はあるのか、野手で誰を加えるのかが今後の焦点となりそうですかね。ブルージェイズのこの後の動きはどうなるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。